さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。本日は前回の開幕戦茂木大会の振り返りということで、お二人、手嶋監督と高橋選手の方にズバリあの時のレースの心境というのを聞いていきたいと思います。レースを見ながらこれから解説をしていっていただきたいと思いますので、今日はよろしくお願いします。はじめに私、自己紹介させてください。ティープロの方でインターンシップ生として広報をやらせていただいております磯部です。よろしくお願いいたします。拍手でご紹介します。ありがとうございます。そしたらじゃあ早速レースの方を見ていきたいと思いますが、早速ゆき、この時、はい、もうグリッドのこの映像映ってる通りで高橋選手ここにいないじゃないですか。はい。で、いなかったら理由をとりあえず前段として簡単に説明してもらっていいですか。まあそうですね、あの朝フリーでもこれも奇跡だったと思うんですけど、はい、最後のラストラップ、朝フリーのラストラップの90度立ち上がり、エンジンアクセル開けたら、うん、まあ、異音がしまして、ゴロゴロゴロみたいな、バラバラみたいな感じで、でもとりあえず壊れたかなと思って、で白煙上がってるかチェックして、で白煙は上がってなかったんで、まあそのままゆっくり一周して、その方が多分ピットに戻るのが回収されるより早いだろうと思って、でまあ戻って、まあそっからあれですよね、マフラーがちょっと外れかけてたんですよね確か。でマフラー外れかけてる時もその音鳴るんで、はいはいはい、あでもそんなようにも聞こえなくもないけど、なんだろうっていう感じで、まあ原因を追求し終わったところでエンジン乗せ替えなきゃダメだとなったんですね。まあその時点でも慌てて嘆願書ね、監督にもそうですけど出しに行ってもらってというところだったと思うんですけど、はい、大変でした。いや大変だった。本当にすいません。あれレギュレーションで1時間以内だったら、走行は1時間以内だったら、うんうん、まあ嘆願書出せばエンジンの世界でいいよって話なんだけども、はい、これなんか1時間15分のタイミングだったから15分オーバーしてたんだよね。で嘆願書を出したから嘆願書受け付けないって話になって、エンジンの世界を事前にダメですよと、うん、で、まあ、なんとか粘ったら、粘ったらっていう言葉はあれだけども、まあ、理由をちゃんとつけて話したら、じゃあペナルティーの、なんだろう、乗るんであれば、交換してもいいですよって話になって、まあ、ペナルティーを受け入れる形で、炎上という話だった、はい、そう、まあ、正直ほらペナルティーすぐインカムでね、チームにも伝えて、勇気にも情報をすぐ入れて、はい、どうだった、ピットロードスタートって初めて聞いたとき、俺正直あの時の振り返りとかもゆっくり話してないからあれなんだけど。はい、いやもう内心、うん、まあ、悪くて最後尾スタートかなって思ってたんで、うん、ピットからみたいな。それはねちょっと予想外でしたよね。レース人生であのピットロードスタートって、いやないです、ないです。ないよね、初めて。あまりこう勇気選手がピットロードスタートとかやるとかってあんまり聞いたことないからさ。いや本当初めてでしたね。多分だからその時お互いだったと思うんだけど、去年のほら、うん、鈴鹿の最終戦チャンピオンを決めた時も事実上、はい、もうすぐピットをスライドするペナルティー受けて、実情もスタートみたいな形だったと思うんだけど、はい、してまた後ろから行くとは思わなかったよね。そうですね、まさか2戦連続でそんなことが起こるとは思ってなかったんで。まあそんななんかこう気持ちもさ、まさかっていうところから、うん、まあでもやっぱり出るからには勝たないといけないということで、うちらも諦めモードでは全くなかったと思うんだけど、勇気もそうだと思う、うん、いやもう絶対ね、追い上げるところまでっていうか、うん、最終戦では悔しい、追い上げきれなかったんでね、もう今回は絶対何としてでもと思って、でちょうど今この辺り雨結構強くなってきてるんですよね確か。もうねクラッシュ出てるもんね。あそうですね、レース始まる前から転んでましたもんね。うん、でもこの時点で難しかったコンディションがこう進み出してるところだったんだよね。そうですね、もうだからこれが逆に自分はもうチャンスとしか思えてなかったんでね。うんうんうん、はい、
実際このレースの前にさ 600cc のレースがあって小山選手が優勝してくれたじゃない。あれも結構大きかった、はい、いや大きいですよ。あれでねトム君が優勝じゃなければ、ね、まだなんか自分も勝たなくてもってなるんですけど、まあ、本当はいつも勝ても勝ち狙ってますよ。でも勝たれちゃったらもう続くしかないでしょみたいな、うん、そうだよね。はい、それはすごい大きかったです。いや僕らも多分スタッフも始めそうだけど小山の優勝はこの、うん、まさに今グリッドにはいないけど、はい、気持ちはもうこのポジションからスタートする気持ちと何も変わらず、まあ、向かってたような感じはあったよね。そうですね、もうむしろピットからの方がこう燃え上がってましたかもね。でこれ今いよいよもうグリッドフルグリッドついてこの時には高橋選手映ってないけどもこの左端に、ね、いるんだよ、ね、いるはずです、はい、せめて映してほしいですけどね。あのワイプで抜いてほしいよね。確かに結構もう降ってたでしょこの時は。そこそこ降ってましたね、はい、もうこの一周ね、うん、怖かったと思うんだけど、まあ、なんで怖かったかというとこの今ゼッケン14番のさ厚木選手なんかレインタイヤ選択しててさ、はい、うちのチーム含めて他の選手もねスリッタイヤで選んでる人もいるじゃん。でスリッタイヤって当然タイヤツルツルでさ、はい、うん、路面に対して濡れてる路面に対しては非常に滑るじゃない。そうですね、あれどんなめちゃくちゃ怖いですよね。表現できる どんな感じで滑るとかってひどい時は本当氷の上じゃないけど、ああ本当マンホールじゃないけど何ですかね、本当に一気に滑るんで。ないけどそんな感じだよねやっぱりね、はい、えって感じでもう滑ってる感じですよね。今もうこれ今ちょうど最後尾あたりにいると思うんだけど、はい、この時の心境としてはまず1周目はまあ絶対転ばないで帰ろうみたいな感じだったの。ちょっとなんかいやインフォメーションとしては、うん、あこれでそうかなっていう感じではあったの。あの全ライダーのリアタイヤをよく見ながらそのスリックタイヤがどのくらいでバンクさせてんのかとかレインタイヤがどんぐらいでとかっていうのを見ながら自分がもう転ばないギリギリを攻めていかないとやっぱレース序盤ってすごいタイムを縮められる場所でもあるんで、はいはい、そこは、はい、めちゃくちゃ考えてましたね。特にその先頭の距離というか、ね、これもここはこういう感じでみんな転ぶんだよね。だから無理してるとかじゃなくて 急にこう飛び出せないといけないとかさ、そういうこう難しい感じだね。だからね、はい、まあ、当然だけどこれ勇気からしたら渥美選手なんか全然見えてないじゃない。あ、見えてなかったんですよ本当に。あのね遠くに赤い2台、うん、今思えばその渡辺選手と佐久本選手の2台は常にギリギリこのホームストレートに自分がピュッて見えた瞬間に1コーナーに消えていくとか、この1、2コーナーここ曲がった立ち上がった瞬間に3コーナーに消えていくとか、そんぐらいでチラチラと見えてて、でそこが自分もずっとトップ争いだと思ってて、なるほど、とにかくその2人はスリックだろうなと思ってたから、その2人さえ離されなければ、うん、まあそこがターゲットですね。あの絶対その2人に離されず、むしろ絶対詰めていけば、はいはい、勝機はあるんじゃないかなっていうのは感じてます。周回こうこの後もそうだけど周回重なっていくところのターゲットはこの赤い2台をと、アステモの2台をという感じだ。そうですね、はい、はい、ちなみにこの12周のレース全リンク持ってきて走るとなって、まあ、スタート前雨降ってて路面がどこまで乾くかなとか、そういう想定ってしながら走ってた、それとも、はい、難しいコンディションのまま続いていくかなみたいな想定、天気に対する予測ってどうな感じ。まあレース直前までメカニックと雨雲レーダー見てましたけど、はい、まあ、レース始まったぐらいが多分一番おそらく強く降るだろうと。ただそれがどのくらいの雨量でどのくらい続くかは分からないままスタートしてるんで、
ただレース終わりまでは絶対に続かない、バーって通り過ぎるけど、どのくらいの勢いで通り過ぎるのかっていうのだけは、まあ、予測はできないんで、ただやっぱそれ、はい、むしろ乾いたら差は縮めづらくなるんで、うん、濡れてるうちにどんだけ近づけるかっていうところだったと思いますね。この辺が結構濡れてるんですよ、この90度とか。これさ、今スターキットってのさ、1コーナーで乾いてて最終コーナー濡れてるとかって、よくいろんなサーキットでも起きるじゃない、現象としては。この時は実際はどうだった、はいはい、この時は90度が一番濡れてて、うん、90度にを中心に、なんだろう、斜めに行ったというか、3、4コーナーと90度ビクトリー最終試験、あの辺りにをかすめてった感じですね。なるほど。じゃあ3コーナーのあたり、この今の映ってるあたりなんかはそんなにひどくない感じ？この辺は90度よりはひどくないけど、ここら辺も濡れてますただ最初のほんとスタート直後ぐらいはサーキット全体はファーって濡れてるんで、はいはいはい、一周が。ただ乾き始めてきて残ってたのがその90度、 3,4 コーナーあたりっていうのが最後まで乾きづらかったっていう場所ですね。このさ、正直このサインエリアにいた自分たちは、そのさっき勇気が言った赤いバイク2台っていうターゲットの以上にもっと前にいるわけよねはい、これどういうレースコントロールになるかなってのは正直、うん、さっき言ったように、雨のうちにドライタイヤでどこまで詰めれるかが多分勝負だろうっていうのは僕らも踏んでたんだけども、うんうん、さっきも言ったそのタイヤね、周りのタイヤの濡れ具合とか、その、うんうん、バイクをどのくらい倒してるかみたいなものを周りの選手を測りながら自分で合わせてたって言ったじゃない。はい、ここってこう見てるけれども、圧倒的に勇気のタイムがやっぱ僕らは放送でもそうだけども早いの知ってたからさ、モニター上で見てても、うんうんうん、そこってすごい勇気いることだと思うのよ。どのぐらいこう倒していけばいいかなって怖いもんだからさ、だって変な話、前のバイクがこのぐらい倒してますっつったら勇気もっとこのぐらい倒して、はい、まあでも本当に何ですかね、そこはだって他のライダーよりも早く走らなきゃいけないってことは一番リスクを負わなきゃいけないわけででもそこ、そうですね、朝練だったり、まあ、そこら辺が生きたのかなと思いますけどねこの放送を見てくれてる方たち、知ってる方もいるし知らない方もいるかもしれないんだけど、はい、朝の練習っていうのはその、なんだろう、もう、なんつうの、トレーニングの一環として CRF じゃなくて NSF、はい、100、まあ、ミニバイクで雨の練習をやってると思うんだけど、雨じゃないね、八の字の練習とかしてると思うんだけど、うん、これってやっぱり今回のこういう自然の雨のこういう難しい状況でも影響しました？やっぱ自分的にはすごい大きかったと思いますね。やっぱね、ほぼ毎日平日の朝は可能な限りやってて、もう何年だろう、6年目とかで、まあ本当に雪でも積もらなければ乗りますし、雨でも乗るし、毎朝乗ってたらやっぱ感覚っていう、そのタイヤが滑る感覚だったりっていうのは、なんかこう頭で考えたりとかする前に体に身についてるもんなんで、やっぱこういう時に強いのかなとは思いますね。まあ、それがね、他モトクロスやった方がその感覚が養いやすいとか、モタードやった方が養いやすいとか、その何が正解とはないですけど、まあ、自分の場合はその、はい、8の字とかスラロームとか基本的なことで学んでますね。なんかこのレースを見ながらのテーマからちょっとずれるかもしれないけど、 なんで8の字を練習しようと思ったの？まあ家庭も持って自分の使える時間が少なくなってった時に、ね、早朝だったら自分使える時間があって、でそこにまたね、鈴鹿っていういい場所で森脇さんの駐車場を貸してもらえて、毎朝走っていいぞって言われたら、毎日乗れる環境なんてなかなかないじゃないですか。だまあそういういい環境に巡り合えて、まあそのおかげですね、はい。なるほどね。まあ、そういう毎日乗れるんだったらやっぱ8の字を練習しようっていうのが
あったんだ。なんかね、もともと森脇のクラブ員の子たちが毎朝やってたらしいんですよ、昔からの風習で。あ、なるほどね。で、ゆうきくんもせっかく鈴鹿住むんだったら、うん、そういうことやってみたらどうだって言われたんで、まあ、それがきっかけですね。あ、きっかけなんだ。それでもう6年。はい。で、息子も一緒にポケバリで練習したりと。たまに、はい、練習して。八の字の話してるうちに8周目になってさ、いよいよ一桁台に入ってきたけど、はい、あ、入ってきましたね。このぐらいからなんとなく自分でいけんじゃないかみたいなのは結構確信めいたところって何パーセントぐらいだろう。そうですね、アステモの2台から、うん、結構縮まってきた感じはしてたので、うんうんうん、結構いけるなっていう感覚は出てき始めてましたね。ちょうどこの8周目に一気にタイム上げなかった、はい、このぐらいから、うん、その90度あたりだけを気をつければ他は結構いけるって気づいたんですよ。もうその瞬間いけるっていうのをやっぱ1周2周ぐらいは本当にいけるかなってこう確認しながら行っていけると思った瞬間からも全開みたいなその乾いてるだろうところはいやすごい濡れてるところ本当にここら辺がまだちょっと濡れてたんで、うん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 、ここら辺だけ乾いてきてる方向。ただ今思えばですけど、うん、その乾いてるところでちゃんとタイヤに熱入れられてるんで濡れてるところ行った時でも同じスリックよりもうん、あったかい分グリップ力が多分高いんですね自分の方が、うんうん、だから多分追い上げにすごい有効だったと思いますね。まさかそこだよね。うちらもさスタッフ側もやっぱりちょっと自信持ち出したのはこう空気のタイムがバンバン上がってったところで感じたのはやっぱり、うん、多分タイヤマネジメントというかタイヤの温度の部分が高いから、うんうん、ちょっとこう、はい、なんだろうが、まあ、問題ないんじゃないかなっていうのは、これらもちょっと、うん、なるほど。うん。世界のペースが上がってきたぞ。世界が上がってきたんだね、ここから。こちらを選んだライダーたちがどうなってしまうのか。いやだからこの時にね、タイムの上がり方が尋常じゃないのもあるんだけども、はい、最初実況のアナウンサーたちも、アナウンサーさんたちも、はい。ハイケメンみたいなこと言ってたのよ。はい。高橋匠のペースが。そのぐらいだからあれだよね。なるほど。はい。でもレインだったらこの後ね落ちていくっていう感じですもんね。これ今まさにその2台をね目標にしたってさっき言ったけどその2台抜いたじゃない。はい。この時にはトップ前にまだ何いるなっていうのをこの時はもう当然分かってるんだよね。いや分かってたんですけど、うん、なんでいるのかが分かってなかったんですよ。頭の中で理解できなくてなんかそのトラブルでピットインしたりとかしてそのまたレースに再開して前に何台かいるのかなと思ってて、でこれで自分はトップだと思ってでサインボードをそうポジション1って出ると思ってこのままメインスタンド行ったらなんか P3 か 4 P4 かな。この時に俺らがちょっとサインエリアでねちょっとどもたついたというかあれだったんだけど確か4とか5とか出してるんだよ。そうなんですよ。えまだ前にいんのと思ってそうそうそう実はで確かまあそのギリギリ抜いて帰ってきたからそれ4とか5でもあおそらく見えてるのが残りのトップと2位の山口さん渥美、うん、選手と山口選手なんだなっていうのが、うん、ここあたりで多分ちゃんと気づきましたね。なるほどね。はい。この後の表彰式でさ、渡辺和真選手と少し話す時間あったじゃない。でも俺なんとなく覚えてるんですけど、はい、和真が抜かれた時に、今この4コーナー抜かれた時にありえない速度で抜かれたって言ってたけど、あれはやっぱりこうタイヤのもそのマネージメントが温度の差だったんだろうね、一番は。でしょうね。やっぱり。全然温度が違うところで、ね、タイヤは同じタイヤだったと思うんで、うん、やっぱ温度が上がってるか下がってるかでは全然一気にね上がってる人のペースで走ろうと思ったら冷えてたらそれは滑りますし、う
やっぱそこの差っていうのは大きかったんじゃないのかなと思いますね。だから自分もこう抜いてから、うん、あ、ドライタイヤだからいけるんだって思われてついてこられる可能性もあったんで。そうそう、俺らもそれはねちょっと思ってた。うんうん、だからその抜くとき、うん、抜く前抜いた後は結構頑張りましたね。今ほらバックストレート入る前でさ後ろ確認したけど、あ、そうです、まさにそれで、うん、このペースで半周、まあ、一周走って、うん、どのくらいついてきてるのかなっていうのを、うん、ちょっとこれはあんま後ろ見るの好きじゃないんですけど、はいはい、目視をした上で確認をしたかったっていう。気になるところですが、ね、トップが入れ替わったか。いやもうね高橋さん、このねこの時はいすごかったよ。ホームストレート、またさ抜いたのがホームストレートってところでさ、はい、応援してくれてる皆さんのグランドスタンドにさいらっしゃる皆さん映ってるんだけど、はい、映ってるんだけどすごかった。何がすごかったんですか。いやもうなんていうの、わーみたいな、わーみたいな盛り上がりはすごかったのと、まあ、できれば、今度からうちの方でそのピットサインエリアで、うん、俺がビデオカメラを持っとくから、はい、情報をタコメーターに移ってあげたいね。なるほど、うん、せっかく、ね、今盛り上がってんなみたいな。トリプル R もモニターがカラーになったわけだから、はい、なるほど、移ってあげたかったぐらい大盛り上がりでしたよ。そうなんですね、うん、なんか走ってる方はもうね、まあ1位になったとは思って、まあ、チームスタッフとかも思ってるんですけど、うん、で観客はちょっと茂木の場合ちょっと遠いし余計にちょっと見えないのは残念でしたね、うん、いやもうすごい盛り上がりでしたよ。ああそれは良かったです、ありがとうございます。いや本当にこんなこと起きるんだっていうのをみんなドキドキしながら見てたみたいで、僕の知り合いの人もレース見に来てたんですけど、はい、やっぱこう抜く場所もいいとこだったよねみたいなこと。別にそこは狙ってないですよ。狙ってわけじゃないんだけど。たまたまホームストレートになったっていう。ちょっとさ、多分この映像を見てくれてる方たちって、まあ、はい、まだまだこう詳しい方とかもいらっしゃると思うんで、はい、うんうん、だけど最初さ、雨のコンディションから走り出して、はい、フルドライじゃねえ。うんうん、コンディションね。で、はい、最初の頃に走ってる時って、はい、トラクションコントロールの制御っていうか、そういったものと使い分け見たのってしたの。ずればよかったですね。今言われて気づきました。もうそんなこと考えてる余裕もなくて。あ、じゃない。でも今思えば、うん、そんぐらい自分ももう走ることに必死で。そうですね、その手がありましたね。これ使えたでしょ。いや絶対有効に使えたはずですね。あれもしかしたら使ってたのかな、ちょっとメカニックに確認しときます。無意識でやってたかもしれないし。いやほらトリプル R だってさ、はい、もう選択できるんでしょ。そうですね、自分がこれって決めた好きなセッティング3つは結構アクセラー開ける側とか減速側とかいろいろ選べるんで、おそらくそのこのレースの中で使えそうな3つは入れてたんですけど、もう本当に自分もこのレース中のことをあんまり覚えてないぐらい。でもレース前にその話はメカニックと絶対したんで、でまあ当然雨だから一番こうトラクションコントロール効く状態で走り出してるんですけど、抜いていくことを、そのトラクションコントロールの制御を抜いていくことを覚えてたのかなっていう感じですね。せっかく入れてくれてて使ってなかったら本当すいませんでした。もうでもこの残り4周目ぐらいの時はもう予選のタイムから 1.5 秒落ちぐらいではもう走ってるんだよね確か。2秒そうで差あるかないかぐらいでしょ多分。確かそうでしたっけ、うん、おそらく。ただまだその90度コーナーだけは全開で攻めていいのかなっていうのだけはちょっと最後まで残ってたんで、う
まあ、そこの分がそのタイム差だったのかなとは思いますね、うん、なるほどね。いやもうここまで独走状態でレースの解説をやれって言ってるこのマネージャーのね磯部さんのハードルの高さって言っちゃないんだけどこの磯部さん聞こえます？はい聞こえてます。あと今週も残ってるんですよ逆言えばこの、ね約12週前の時はいっぱい聞きがあるなと思うんですけど実はもうやってるんであとはもう安全にゴールをするっていうい, いやでも本当そうでした ね, ねあのそれこそ予選タイムをこの時にちょっと思ったのが、はい、レコードを狙いたいとか、うん、その予選もね2番手で悔しい思いしてたんで、うん、その思いを晴らそうかなって朝のフリー走行も、うん、おそらくあの壊れた周がコントロールライン通過してたらレコードが出てたかもしれないぐらいのペースで走れてたんで、はいはいはい、ちょっとねここ残り3周ぐらいはね考えてましたね。いやもうだからそういうことをさ考えるその向上心がどこをさせるよねただでもやっぱこの時は、うん、もうあの90度が濡れてるかもっていうのが残ってたんで一応やめておきましたそれで正解だと思いますこれで転んだらなんて言ってました？いやこれで転んでたらいや多分あのちょっと反省会一回やろうかっていうのがあったのかなるほど。行こうかみたいなのがあったかもしれないけど。まあ盛り上げたからいいじゃないですかって言いそうですけどね。やろう。まあでもそれよりも結果ですよね。はい。結果はやっぱ取らないとね。はい。今回のようなシチュエーションね、これ全日本ロードレース選手権でも起こるのは起こるんだけども、うん、まあ勇気にとって一つこういい経験になったんじゃないか。まあもちろんピットロードスタートがいい経験かって言ったらそれは別として。はい、この変動のね天気の変更でこういう風に変わってくるシチュエーションに対するレースっていうのは、うん、EWC 世界耐久選手権に今ね登録してるエントリーしてるも、うんうん、はい、いい経験だったんじゃないかなっていうのは俺ちょっと俯瞰で思うんだけど。いやもうもちろんそうですね。やっぱり耐久レース、まあ、このスプリントでもこういうことがありえるんで、うん、でその全部がドライだったら1周でコンマ何秒詰めるってものすごい大変なのに、うん、でこの不安定な天候の時ってそのコンマ1秒どころかもう3秒5秒が1周で変わるわけですよね、うん、やっぱそういうところでうまく対応できるっていうのは自分の本当練習って言ったら失礼ですけどいい経験になったっていうふうにはすごく思いますね、うん、はい、やっぱりさその普段からのトレーニングで経験値として積むところと全然違う経験値ってやっぱりどっちも大事だね。全然違いますよね。いやよね、やっぱり特にこのスプリントレースの中でのその集中しなきゃいけない中でその難しいコンディションを走るっていうのは、うん、なかなか経験ないことなんで、そういう意味では、うん、本当ものすごい実践になりましたね。ちょうどもうラストラップになったんですけど変なこと聞くんだけどさ、はい、今年のブーツかっこいいね。ブーツ、ああそうですね、あの日本郵便からの真っ赤で ね串谷さんのコラボをアルパインスターとのコラボ商品 でかっこいいだけじゃなくてすみません余談なんですけどめちゃくちゃ柔らかくて、うんうん、シフト操作ブレーキ操作めちゃくちゃやりやすいんですよこれ。なるほど。昔だったらちょっとなんかロードのブーツでミニバイク乗るの嫌だなってちょっとね硬いからとかありましたけど、うん、これだったら余裕でミニバイクも乗れるぐらいめちゃくちゃ柔らかいです。で皆さん言ってますでも本当に評判いいですよね。ね、すごいびっくりするぐらいあの僕も触らせてもらいました。柔らかくて勇気ちょっとライン外したのはこれあれ何突っ込みすぎたの？最終突っ込みすぎました。突っ込みすぎて締めようかなと思ったけど締めてフロント切れても嫌だなと思ってそのまま
余裕を持ってゆっくり戻ってきて余裕を持ってもうリスクは負わないっていうちょっと恥ずかしかったですけどねもうこのあともう最終コーナー残すところ最終コーナーだけだけどもうこれはもう確信したでしょ、はい、完全にもうここは確信してましたね。はい、高橋ね、メカニックもこうやって柵から乗り出してやっぱ嬉しいですよね、ああいう姿。いや、もう最高でした。いやもうね、うちのスタッフさ、あの若いスタッフもいるんだけど、言うならば入ってきたら、うん、おじさんのメカニックもいるわけよ。はい、そのおじさんのさスタッフが、俺も今印象深いんだけど、50過ぎのメカニックが、うん、こんなことあるんだねっつって目頭熱くしてるのを見たときに、いやちょっと目が熱くなった。いや本当に、うん、多分自分が思ってるよりそのスタッフの方たちが多分感動したというか、その喜んでくれたっていうのを聞いたときにめちゃくちゃ自分も嬉しくなりましたね。いや泣けましたよ本当に。磯部さん、ゆうきさんにシェアしてるのかな、あのスタッフたちの喜んでる写真っていうか動画とか見た、あの1個見ました、ピットロードから戻ってくるところ。あれはね、ちょっと自分も涙後から見て涙がちょっと出そうになるぐらい感動しました。それを撮っててもう私も、ま、この瞬間を押さえとかないとなっていう思いでも必死に撮ってましたよね、写真とビデオ。いや本当に素晴らしい瞬間を抑えてくれて三島さんがもう泣いているのがすごい印象的で、やめなさい、ね、監督泣いてると思わなかったんでちょっと後からあれ見てびっくりしました。高橋優輝と一緒にやりだして2年目だけど、去年の九州大会で1回泣かされて、小山智一ダブル優勝ね。で、うんうん、なんか2クラスやるんだったら醍醐味じゃない、両方取るって、うんうん、それがまず今回嬉しかったのと、はい、やっぱりそのもう不可能に近い状況からチャンピオンを獲得した最終戦、うんうんうん、とやっぱり今回ってやっぱ全部ね、できないかもしれないとかありえないよねっていうことを達成してくれてるシーンにもう感謝とね、やっぱりこう尊敬含めて泣けるんだよね。すごいよ本当に、うん、でもそれはやっぱこっちも一緒でね、そうやってお互いそう思ってレースって多分成り立つからこうやって結果に残ると思うんで、うん、本当にいい状態、今の状態がものすごくいいと思いますね。感動分かち合えるってまさにこのことだなっていう。そうだね、いや本当にもうこれ今グランドスタンドに帰ってくるところだけどさ、グランドスタンドのとこすごかったからね。あ、そうなんですか。俺の時だったから。ちなみに大学生の磯部さんは、はい、今回のこういうレースを見てなんかこう授業に対してとか生活に対してなんか変わりましたか。授業に対しては特にはないですね。そんなこと言ったら怒られちゃうけど。でも言うなよ。でも本当にやっぱりあの普段なんだろう、こうして選手の言葉であったり監督の言葉というのを皆さんに伝える立場という面においては本当にその場で感動してる余裕は自分には今回なかったんですけど、でも改めてそのレースが終わった後その日にテキスト打ったり、うん、次の日にあげるものを準備していく中でもう本当に後々じんとくるものがあるというか、その場は信じられないというか、もうやることに集中していて後からこんなすごい瞬間を見れたんだなっていうのをいつも思ってますね。ちょっとスタッフっぽくなってきたんじゃないの。いやー、エンジンの、ね、問題でメカニックが本当に決勝までにギリギリ間に合わせてくれて、そしたらレースもできない状況だったかもしれないんで、本当に最高の結果で嬉しいです。ありがとうございました。嬉しそうだね。いやー、本当に嬉しかったですね、本当に。いやほっとしたっていうのもありますし、すごい難しかったですけど、茂木はこういった形で無事優勝できて、いいスタートを切れたところで、もう来週、はい、来週はいよいよ
スローテスト入りますけど、はい、なんかこうスローテストの課題というかあのレースウィークまでの課題としてこういうのを触発していきたいなみたいな課題ってあります？そうですね、茂木でも決勝直前に予選終わってから決勝に向けて大きくちょっと仕様変更しようかなっていうところがあったんですけど、それができなくて、で鈴鹿でちょっと本当に数周乗って確認したところ、それが良さげな方向だったんで、そこのさらなる見極めをスローテストではしていきたいなと思います。はい、事前でちょっとこの間ね、2週間前ぐらいですけど、鈴鹿で少しだけのテストを、はい、参加してもらって、そこの要は続きというか、そうですね、はい。まあ、去年、スゴで開幕戦迎えて、うん、まあ、うちの一番応援してくれている日本郵便さん、東北エリアの方たちも応援来てくれたりとか、うんうん、メッセージを書いた横断幕とかってご用意していただいたんですけど、はい、多分今年も、まあ、今ねこうコロナの時節がいろいろあるんだけれども、うん、現地に来れる来れないは別として、まあ、日々うちで会社で仕事してる中で応援してますって声を聞くんですけど、はい、どうですか、日本郵便さんの応援団はじめ、高橋由紀ファンに向けて、スゴはこんなレースにしますと断言できることがよろしいし、まあもうね、本当に東北の方も全国のね、日本郵便の皆さんも本当に応援してくれてるのが伝わりますし、まあ、もちろんファンの皆さんもそうですけど、今年はもう出るレースは全て勝ちますと言って、開幕戦もね、ああいう形でもう難しいところから優勝もできたんで、まあ、次ももちろん何があっても勝つつもりで全力でいつも通り頑張りますんで、応援よろしくお願いします。一つだけね、ちょっとなんだろう、盛り込めたらななんて思ってるのは、はい、高橋優輝選手にとってモータースポーツとはみたいなところを入れられたらなと思うんですけど、なんか優輝の中で今僕にとってモータースポーツってこういったものですって皆さんに伝えたいとかあれば。そうですね、もう自分にとってのモータースポーツは、そのやっぱり極限の中でライダー、生身の人間、それを操る全ての方、まあ、監督含めそのメカニックさんだったりサポートしてくれてるみんなが、一つちょっとなんか違うことをしただけで、そのとても危険な状態になってしまったりとか、その全ての働いてる人がギリギリ全てみんなが本当に究極に仕事をしてるんですよね。で、その結果こういう素晴らしい結果につながったりとかする、本当に何ですかね、自分もレースすることによって真剣に仕事に対する仕事っていうか、もう自分にとって仕事はレースでもあるんで、することでやっぱ人として、そのレーサーだけじゃなくて人としてすごく成長できたっていうところが、やっぱその緊張感の中で仕事をするっていう意味でものすごく自分は勉強できたことなんで、この素晴らしさをやっぱり、ね、レースしてほしいからではなくて、その別のところでも成長できるんですよっていうのを伝えたいなと思います。素晴らしい、素晴らしい内容をお話いただきましてありがとうございます。とんでもないです。高橋優輝選手に負けないように僕も人間成長できるように日々頑張ります。何を言ってるんですか十分されてるじゃないですか。いや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 、素晴らしいです。いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。